エンジン点火しましたがロケットが打ち上がりません。今日、鹿児島県の種子島宇宙センターで打ち上げ予定だった H3 の初号機、エンジンからは白い煙が上がりましたが、機体は空に浮かび上がりませんでした。 H2A の後継機として宇宙航空開発研究機構 JAXA と三菱重工業が共同開発した H3 ロケット、実は愛知県生まれ。自動車向けの部品を利用するなどして三菱重工の飛島工場で組み立てられました。宇宙ビジネスで日本の競争力を高めるため、大きな衛星を低コストで打ち上げることを目指し開発が進められ、東海地方のものづくりの技術も結集しています。安城市にある伊勢工業、こちらの設備がパイプを曲げる機械になります。ロケットに使われている配管部品のパイプ曲げを行っています。従業員70人ほどの町工場で、普段は自動車の排気管を手掛けていますが、今回ロケットの燃料を送るための配管を加工しました。こちらがロケットで使われているパイプ、こちらは自動車で使われているパイプで、自動車の方が厚くて、ロケットが薄いというふうになります。その分こちらの方が軽量になりますけども、加工としては非常に困難なパイプ加工になります。アルミ製で軽くて薄い配管は曲げるとシワになりやすいため、細かい調整が効くモーター式の機械を導入。機械でパイプを曲げた後は熟練の職人が手作業で形を整えるなど、試行錯誤すること2年、試作品の数は50本を超えました。待ちに待った今日、社員たちと打ち上げを固唾を飲んで見守りますが、メインエンジンは着火しましたが、ミサイル B3 は着火しなかった模様です。あらららら、ら残念というよりは、かかっている人たちのことを考えると胸が痛いなっていう方が強いですね。見守ってくださっていた方々が大勢いらっしゃいますので、申し訳ないと思ってますし、我々もものすごく悔しいです。記者会見を開き、悔しさをにじませた JAXA 担当者。今回メインエンジンには着火したものの、システムが異常を検知し、固体燃料の補助ロケットに着火信号が送れなかったと経緯を説明しました。打ち上げが中断された H3 ロケット、伊勢工業は次回以降にも期待を寄せます。必ず成功させてもらえると思っているので、まずは1号機をしっかりとの打ち上げを成功していただいて、そこから2号機3号機とどんどんロケットをね、たくさん打ち上げていただきたいと思いますし、今はまだパイプの曲げ加工の部分に特化してロケットの製品に携わっているので、その曲げ加工だけではない工程にもね、ロケットの製作に携われるようにしていくことで、社員さんにもっともっとこの熱を広げていけたらなというふうに思ってます。